ニューヨークプレミアの様子、ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディは、1942年のアメリカ合衆国のミュージカル映画。ブロードウェイの父と呼ばれ、愛国的な歌や、オーバーゼアのような文化も作曲した、工業史ジョージ・エム・コーハンの電気映画である。この映画の中でも、オーバーゼアは、劇的な場面で歌われる。はじめ、コーハン役が、 フレッド・アステアに打診されたがアステアに断られ、ジェームズ・キャグニー主演でワーナー・ブラザースで制作されることになった。出演はジェームズ・キャグニー、ジョーン・レスリー、ウォルター・ヒューストン、リチャード・ウォーフ。監督はマイケル・カーティスが務めた。1940年代のアメリカ合衆国において多く制作された、戦意、愛国心公用映画の代表作の一つである。 撮影の途中で真珠湾攻撃が起きて太平洋戦争が始まりその要素が映画に組み込まれた。興行収入は公開当年4位の成績を収めジェームズ・キャグニーがアカデミー主演団優勝、レイ・ハインドーフ、ハインツ・ロームヘルドがアカデミーミュージカル映画音楽賞、ネイサン・レヴィンソンがアカデミー録音賞を受賞した。 後年においては1993年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録されたほか、1998年にアメリカ映画協会アメリカ映画ベスト100の第100位に選出された。ジェームズ・キャグニーは1955年の映画、ザ・セブン・リトル・フォイスでも、再び、ジョージ・エム・後半役を演じている。映画のワンシーン芸人一家の息子として生まれた、ジョージ・エム・コは両親に連れられて、 各地の巡業に加わり、役者としての才能を開花させていく。しかし、自分の才能に自信を持つ後半は、工業主たちとたびたびトラブルを起こした挙句、劇場から締め出されてしまう。後半は自ら脚本や歌詞を書いて、売り込みを行い、同じように脚本の売り込みをしていたサム・ハリスと協力して、売り込みに成功し、諸女作で大ヒットを記録する。成功を収めた。 後半は両親と妹を自分の舞台に出演させ、後半4人組は演劇界のスターにのし上がっていく。彼は愛国心に訴える作品を数多く手がけ、ルシタニア号撃沈を契機にアメリカが第一次世界大戦に参戦した後はオーバーアゼアを作曲し、彼の曲は繊維紅葉のために多くの人々が口ずさむようになった。やがて妹や母、そして 父が死去したことで演劇への意欲を失った。後半は長年のパートナーだったハリスとのコンビを解消し演劇界から引退する。後半は妻メアリーと農場で引退生活を過ごすが通りかかった若者たちとの会話から自分の名前が世間から忘れ去られていることを実感する。そんな中、かつてのパートナーだったハリスから新作に主役として出演してほしいと。 連絡が入る。後半は再び舞台にタジ・フランクリン・ルーズベルト役を演じて、喝采を浴びる。初日を終えた後半のもとに、ルーズベルトからの招待状が届き、彼はホワイトハウスでルーズベルトと面会する。ルーズベルトは長年にわたり、アメリカ精神を体現した作品を作り続けた功績を称え、後半に議会名誉をゴン賞を授与する。後半が、 ホワイトハウスを後にすると、オーバーゼアを口ずさんだ軍隊の行進に出くわす。無言で行進に加わる後半に対して、一人の兵士があなたはこの有名な歌を知らないのですかと問いかける。それを聞いた後半は笑顔になり、兵士たちと共にオーバーゼアを口ずさむ。ヤンキードゥードル・ダンディは1942年度のアカデミー賞で3つの部門で受賞を果たした。 ありがとうございます。